こんにちは。こんにちは。この前ですね、笹井さんとお話しして、靴下に虫除けスプレーをかけてはいけないと、ありましたね、いうことを話したじゃないですか。はい。まあ、靴下にかけると劣化してしまうということで、はい、じゃ他のアイテムだったらどうなんだろうと思って、このようにですね、いろいろなアイテムをご用意しましたので、今回は和夫さんにこれらのアイテムに虫除けスプレーをかけて劣化してしまうのかどうなのかというのを検証していただきたいと思います。実際に履いてみていただいて履き心地を比べてみていただこうと思います。ちょっとなんか大丈夫ですかこれ、はい、めちゃくちゃ気持ち悪いですこの足先の方にかけたんですけど全然変わらないです、ね、うん、そうですね、うん、あまり影響なさそうですね、はい、うん、次がアームウォーマーですね、はい、これ今右手側がかけたどうでしょう。いやー、ちょっと違いがわからないですね、全然。見た目の違いもないし、なんかフィット感に違いがあるっていう感じでも、なんかリブの感じも同じような感じ。変化なし。はい、変化ないかなって思います。はい。はい、履いていただきました。はい。これはもう一目瞭然ですね。はい。はい、その、肌に触れる感じはなんか、あんまりわからない。そこだけスースーするみたいなこともないですか？若干それはあるんだけど、それは風が通ってるからスースーしてるのか、虫除けスプレーのちょっとメンソールっぽさでスースーしてるのかがよくわからない。なんかちょっとね、やっぱブッチョになってるよ。ほら、本来だったらこれって収縮すると思うんだけど、なんか伸びっぱなし。まあ着用感そのものの違いはあんまり感じ、やっぱ感じないですかね。入れてみよう。はい。こう指を開いてどっちがこう、あ、こっちじゃない？かけた方。いや、わかりました、わかりました。あのグッて広げた後に指戻すときに、はい、かけてない方は指を戻る力をアシストするようにこうギュッてこう引き締められるという感じだったんです。その右手につけた方は、うん、なんかそれがちょっと弱いっていうか反発が弱いっていう。え、全然なんか見た目さっき変わんないって言ってたけど全然違うよ。ちょっと手で伸ばしてみてください。はい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 、はい、全然違うじゃないですか。だってほらこれこんだけの戻ってるのにこれ履いた時の感じはわからないんですよね、うん、あ、だって硬いもん履くのに苦労する感じが、こっちだって力入れなくても伸びちゃうから手こつってないでしょ、うん、だってこうやって入れてこの状態から抜くじゃん、うん、はい餅みたいな引っ張られるもん、全然違うね。見た目の変化は本当ないけど、うん、全然違う。こちらの2つが、変化が見られなかったもの、こっちの4種類変化があったもの、ちょっとなんでこういう結果になったのかっていうところなんですけども、影響があった商品は、うんうん、はい、実はポリウレタンが使われています。虫除けスプレーに含まれているリートっていう成分がポリウレタンを溶かしてしまうことが分かっています。なのでレギンスに関しては糸がですね、はい、ナイロンポリウレタンといって、はい、ポリウレタンにナイロンを巻いている糸だけで編まれてますので、はい、そのままダイレクトにヒート成分がポリウレタンに達してるんじゃないかと。に比べてこちらの綿コンとかの商品は、はい、ナイロンポリウレタン一緒に編み込まれてるんですけど、うんうん、コットンとかの方に結構虫除けスプレーの成分が吸収されちゃうので、うまあ、このレギンスほど大きな影響はなかったのかな。ただまあそのフィット感とか、はい、キックバックにはかなり影響が出てたようです、ね、そうですね、はいはい、お買い上げの時に素材表示を見ていただいてですね、うん、ポリウレタンっていう表示があるものに関しては少なからず影響が出ると思います、うん、あ、これ多分結構皆さんやっちゃってる方いると思うので、ここは完全に気をつけたいですね、うん、はい、まあ、靴下に限らず衣類とかもね、ポリウレタンの表示があるときにはそういうの気をつけた方がいいかもしれない。和夫さんがいいことを言ったので、はい、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。